ですか。それは、あずきパン仮面かしら。それは、福沢諭吉様に樋口一葉様ですね。この二人に勝るヒーローはいませんよ。女はいつでも現実的ですよ。上級生のバスケ部のキャプテンです。背が高くてハンサムでみんなの憧れでした。バレンタインデーは男子よりもチョコをもらってたんですよ。そうですよ。高校生くらいの頃はよくありますよ。今日はどこに出かけるんですか。ヤクモ様の本は読みましたか。記念館に行くのにヤクモ様を読んでないなんてダメですよ。一冊貸してあげます。これを読んでから出かけてください。ではお気をつけて。何かお探しですか。末裔で怖い話を聞きたいときは私の出番ですよ。民間伝承にも通じています。当然知っています。ただというわけにはいきません。いいえ、お金はいただきません。無料で話しますが、条件があります。私の出題する小泉八雲クイズに答えられたら教えましょう。問題は全部で3問です。クイズの答えはすべて館内にあります。答えがある場所を指さし、お答えください。1問目、八雲の父はどこの国の人でしょう。正解です。2問目、八雲はある愛称で呼ばれていました。さて、何という愛称でしょうか。です。最後の問題。小泉八雲の身長は？
話ししましょう。時は天正元禄の頃、現在の石見地方に大地郡三原村があった。掟を破ってこの地に築城した小笠原氏に毛利輝元は射手を差し向けた。小笠原氏は17歳の千代姫と出雲に退くことにした。その途中、土村に通りかかると千代姫は水が飲みたいと言い出した。従者が止めるのも聞かず、姫は池に歩み寄った。すると足を滑らせた姫は池に落ちてしまった。そのまま消えてしまったのです。1週間後、姫の遺体が池に上がった。ところがその姿は生けるがごとく美しかった。それが姫ヶ森の姫の伝説です。それが伝説というものです。しかし伝説は語り継がれるごとに変化して、今では死者が美しくなって帰ってくると言われています。ここでは企画展もやるので、チラシを持って帰ってください。それは私の専門外です。では、旅行をお楽しみください。まだ見えてないわ。どうぞ。まだ来てないわ。彼に用があったの？あなた、本当は UFO に興味ないでしょ。冷やかしの客は出入り禁止にしてるのよ。どうなの？ UFO に興味があるという証拠はある？松江と宇宙人展のチラシね。嘘じゃなさそうね。八雲記念館はどうでした？あら、私と同じ意見じゃない。八雲の日本に対する温かな思いは今の日本人が失ったものね。八雲が素晴らしいのと同時に、当時の日本も素晴らしかったのよ。情と道徳に守られた神々の国だった。あなたもそう考えるでしょ？ヤクモは数奇な運命で日本を訪れた。でもそれは宿命だったのかもしれない。彼は日本に伝わる怪談を書き残すために神から使わされたのよ。私の話は退屈かしら？あなた、森田に会いに来たんだったわね。
33歳よ。私の年齢は聞かないでね。彼女のことは森田は話してくれないわよ。痛い思い出だからじゃない？実際に噛まれた痛い思い出よ。ガリは左の刃が出てたみたいで、その後だけは今でも残っているの。あだ名で呼び合うなんて恥ずかしいことしてなかったわ。覚えてないわ。あなた、何を探っているの？ヤクモに興味があるんでしょ？階段の話をしましょうよ。階段の中で一番好きな話を聞かせて。残念ね。あなたとは話が合わないようだわ。私の好きな話は、病で亡くなった妻との約束で再婚しなかった男が約束を破って若い女と結婚するの。祝言の翌朝、隣で寝ていた嫁の首が消えていて、前妻の墓の前にあったというもの。男っていつも愚かよね。いらっしゃいませ。アポは取ってありますか？村上からアポなしの客は取り継がないでほしいと言われてます。特にマックスっぽい男は会いたくないそうです。あなたのような人じゃないですか？どうしました？はい、ありがとうございます。これでもアナウンス部の部長です。オークションのレジは役職関係なく社員が交代でやることになっとるんです。
うちの看板アナウンサーです。村上と同期の女性はいませんよ。その年に入社した女性社員は彼女だけです。以前は一つ上にいましたけど退社しました。村上がどうかしましたか？いらっしゃいませ。はい、羽田様じゃない、佐々木様でしたら奥の席に。またあなたなの？いやよ、私の水着のポスターはもう効果はないわよ。アリサにママは女優の仕事がなくて水着でキャンギャルをしていたと告白したわ。帰って。彼女は村上さんよ。私には関係ないでしょ。だから何だって言うのよ。当然でしょ。私は高校のアイドルだったのよ。全然わかってないのね。彼女はショートカットの男子みたいなルックスで気が強い性格で人気なんてなかったわ。あんな凶暴女人気があるわけないじゃない。私彼女が渡辺君に噛みついたところ見たことあるのよ。喧嘩無敵の渡辺君が涙ぐんでいたのよ。嫌味な人ね。もういい？いつまでもあなたの相手ばかりしてられないわ。フミの綾を探しているのか？寿司屋でも始めるのか？俺は忙しいんだ。用がないなら帰ってくれ。俺には話すことはないぞ。辛い過去を探すのが趣味なのか？なんだと？バカなこと言うな。違う、
俺たちは付き合ってない。ただ俺の片思いだ。高校の頃美咲が好きで、それでそれ以上言ったらマジで殺すぞ。俺は喧嘩はするけど女に暴力は振るわねえ。告白して振られただけだ。俺にもよくわからない。美咲が怒った原因で考えられるのはあれなんだけど、まあ、ここで待っていてくれ。これだ。俺がふざけて引っ張ったら切れたんだ。そしたら美咲は泣きそうな顔をしていきなり噛みついてきた。俺は美咲に告白したんだけど、彼女には好きな人がいたようなんだ。教えてくれなかった。それでムカついて彼女のミサンガを引っ張ったら、そうしたらガリって腕に噛みついてきた。すぐに巣に戻って逃げるようにかけていった。いつか謝って返そうと思っていたんだけど、そのまま卒業して今に至るだ。分かった。それならこれを預けるよ。頼んだぞ。俺が知っているのは高校からだからな。田中は小学校から同じ学校のはずだぞ。また来たんですか。あなたの顔を見るのはうんざりなんですよね。何も話しませんからね。知りません、知りません、知りません。なんていりません。もしかしてそれは。知っています。彼女のお気に入りです。それをつけてよく番組に出ていました。それがどうかしたんですか。花言葉は悲しい思い出ですね。おだてても彼女の話はしませんよ。散々やったじゃありませんか。ことはしていません。人をストーカーみたいに言わないでください。言えませんね。彼女のプライバシーに関わることです。話をすると
あなたの術中にはまるようですからね。話しません。卑怯ですよ。昔から彼女が好きだったんですよ。持っていて何が悪いんですか？違いますよ。学校の行事などで写真を撮る機会があると、何気なく彼女のそばへ行き一緒に写ったんです。悩みますが、彼女のブローチが欲しい。はい。私は法に触れるようなことはしていませんよ。ここにある写真はすべて合法に写されたもので、合法に手に入れたもので、心が痛みますね。あなた、何をやろうとしているんですか？彼女を傷つけるんですか？聞き捨てなりませんね。それだけは話せません。夢だから。いえ、何でもありません。聞かなかったことにしてください。では私は仕事に戻ります。いらっしゃい。へい、モロゲエビの唐揚げ定食を一丁。お待たせしやした。これで相撲足腰の五品目だな。あと二品だな。その息で頑張ってくれ。この年穴のファンでやすか？わかりやした。次の天気予報は1時間後、松江城の前からお送りします。デブじゃなくてジュンさんです。
う大丈夫のようです。明日から店を開けると言ってました。彼の具合が悪くなったのはあなたのせいですよ。15年前ですか。昨日ジュンさんが電話で話しているのを立ち聞きしたんです。わかりませんけど、おそらく高校のクラスメイトです。私が聞いたのは卒業式の後で死んだとか、僕たちが殺したとか。はい、どう思います？まだ明るみになってないとか。そんな、そうですけど。私もジュンさんが人を殺すとは思いません。私、ジュンさんを信じます。何ですか？わかりました。天気予報ですか？待ち伏せしてたのね。ここに来ても同じよ。そんな人知らないわ。残念だけどないわ。で、なんで私がガリだと思ったの？そうね。そう、応援されて私も嬉しいわ。それで、森田はガリの特徴をどう言っていたの？残念ね。私はこの通り、綺麗な歯並びよ。わかったでしょ？私はガリじゃないわ。これだけじゃ私がガリだという証拠にならないわ。そうだったかしら。そうよ、私がガリよ。あなたは何が知りたいの？
私忙しいのよ。知っていることは教えるからさっさと帰ってくれる？あなた。いえ、何でもないわ。彼女の何が知りたいの？どういう話をしたいの？何が書かれていたの？あなた、手紙を読んだんでしょ？何が書かれていたの？高校のクラスメートよ。でも彼女とは親しくなかったから知らないわ。あなた、ゴシップライターなの？このことで私を脅すつもり？信じられない。いきなり現れて私の過去を探って。そうね。でも話せないわ。分かったわ。勘違いしないで。私たちは友達よ。それ以上の関係じゃない。ただ少しだけ私が好意を持っていただけ。デザインが気に入ってただけよ。どうして知ってるの？古くなったからオークションに出したのよ。自分の都合のいいように考えないで。確かにあなたのおかげで過去に縛られている自分に気づかされたわ。でもそのこととは関係ないわ。それは知りたいけど。こんにちは。元気にしていますか？私は少し元気がありません。受験が近づいてきて、クラスがうつうつとしている感じです。数ヶ月前まで毎日が楽しかったのに、まるで別の学校に来てしまったようです。先日事件がありました。私の成績が上がったらカンニングを疑われたんです。私悲しかった。そしたらガリが助けてくれたんです。涙をこらえている私の手を優しく握ってくれました。私が困っているといつもガリが現れます。そして私を窮地から救ってくれます。ガリは男前で私のヒーローなんです。ガリがいてくれて本当によかった。マックス君は女子には優しくしてくださいね。強そうに見えても女子は弱いんです。文野綾。 PS、 マックス君はどういう女性が好きですか？2学期の中間テストの後よ。
して常にトップだった私が7位だなんて。私が3位。おかしいですよね。何？今まで10位以内に入ったこともないのにいきなり3位はおかしいですね。そうですよね。そんなことを言われても。もしかしてズルをしましたね。ズルって何ですか？ズルはズルですよ。カンニングですよ。カンニングだってよ。それで成績が上がったのか。カンニングなんてしてません。私一生懸命勉強したの。カンニングやったんでしょ？正直に言ってください。やりましたよね？そうですよね。証拠でもあるの？それはないですけど。半年でこんなに成績が上がるなんて絶対におかしいですよ。言いがかりじゃない。正直に言ってくださいよね。カンニングやったんでしょ？そうですよね。やってません。やってます。絶対にやってます。いい加減にして。もう我慢の限界。そうよ。この手紙に書かれているガリは私よ。